ロジェド・ラ・フレネーは、フランスの画家である、キュビスムの画家の一人である、フランスの西部、サルト県のルマンで生まれた。父親は、ノルマンディのファレーズに屋敷を持つ名家の陸軍士官で、ルマンに駐留していた時に、ロジェド・ラ・フレネーは生まれた。パリで絵の勉強を始め、1904年から1908年まで、アカデミー・ジュリアンとパリ国立高等美術学校で学んだ後、 ポール・ゴーギャンの影響を受けた、ナビ派の画家のモーリス・ドニア・ポール・セルジーが教えていた、アカデミー・ランソンで学んだ。1910年代の初めには、グランド・ショミエール芸術学校で、アリスティド・マイ・オールに彫刻も学んだ。ドラフレネーは、キュビスムの美術家グループの、ピュトーグループに1911年に参加し、その展覧会、セクション・ドールに出展した。キュビスムのスタイルで、人物が、 風景画や生物画を描いた。1914年にパリで古典を開いた。第一次世界大戦が始まると、志願して不評として戦場に出て、この間前線の兵士の日常も描いた。1918年に毒ガス攻撃の被害を受け、呼吸器を痛めた。その後兵役から解除された。療養のため南フランスで暮らすが、1925年に、 結核性の病気で40歳で、グラースで死去した。ありがとうございます。